パリパラリンピックは28日、パリ市中心部のコンコルド広場で行われた開会式で開幕した。セーヌ川を船でパレードしたパリ五輪と同じく競技場外での開会式となり、選手たちは外旋門をバックにシャンゼリゼ通りを更新してコンコルド広場へ到着。海外大会では最多の175選手が出場する日本選手団は76番目に登場した。 旗手を務める陸上男子の石山大輝、24イコール順大大学院、と競泳女子の西田二27イコール城を先頭に更新した。聖火リレーに登場したジャッキー・チェン、AP。開会式前には市内で聖火リレーが行われ、本番ムードを高めた。聖火は24日にパラリンピック発祥の地であるイギリス・ロンドン郊外のストークマンデビルで再火され、 25日に英仏海峡トンネルを通ってフランス入り。12の日に分けられて国内約50都市をめぐり、この日パリに到着した。アンバリッド、ハイヘイン、などパリの名所を巡回したリレーでは、香港出身の俳優ジャッキー・チェン、70、ヤフツ女優エルザ・シルベスタイン、55、ラガ聖火ランナーを務めた。 パリで初めて開催される夏季パラリンピックには史上最多の167カ国、地域と難民選手団が参加し、約4440選手が出場を予定。ウクライナに侵攻するロシアはパリ五輪の3倍となる88人。同盟国ベラルーシは8人が個人の中立選手、NPA として参加するが、北朝鮮は不参加となった。 9月8日までの12日間の大会は22競技、549種目で競われ、日本選手団はシッティングバレーボールを除く21競技に参加。4年アテネ大会の52個を上回るメダル獲得を目指す。競技は29日から始まり、日本勢は21年東京大会でロード2冠に輝いた自転車女子の杉浦恵子、53イコール総合メディカル。 がトラックの3000メートル個人追い抜き、運動機能障害 C1 から3、に出場。競泳では男子50メートル平泳ぎ、運動機能障害 SB3、2前回銅メダルの鈴木孝之、37イコールゴールドウィン、男子400メートル自由型運動機能障害 S9、に昨年の杭州アジアパラ大会を制した川淵大王、15イコール宮前ドルフィン、 が挑むほか過去2大会連続同の車いすラグビーの日本は1次リーグ初戦でドイツと対戦する。